マンデーホッチー水井デスク、こんにちは。勝てねえな、勝て頑張ってんだけどな。頑張ってる、いい試合してるけどね。3連敗ね、全部貯金を吐き出してしまった。うんうん、やっぱりさ、いないとさ、うん、坂本勇人選手の不在、大きさ、うん、改めて感じるね。大きいっす ね今回腰でしょ。腰僕持病持ってるんですよ。あら、そうなの。分かるんすよ。分かるすぐぎっくり腰になる僕。というところでは、はい、坂本勇人選手のちょっと今後について今日は、はい、そこ行っちゃう、うん、行きましょう。はい、深掘りしていきます、うん、もう避けて通れません。はい、ホーチプロ野球チャンネル。さあ、水井デスク、はい、いやこれね、ショート坂本勇人、はい、これが巨人軍史上、いや、あるいは、うん、日本プロ野球史上最高のショートと言っても俺は過言ではないと思う。そうですね、うん、僕でもジーターに見えますもん。ジーターね、はい、ヤンキースヤンキースで18年間ショートのレギュラーを守り通して、はい、ゴールドグラブ賞5度、はいはい、まあこれは本当にもう生涯遊撃手、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか、ね、しかも、うん、このいでたち、はい、松井さんと仲良くしていただいた、うん、そうだね、あの雰囲気ね、そうだね、うん、というところでは本当に和製ジーターとしてずっとね、はい、ショート一筋、まあ、2006年の高校生ドラフト1巡目でジャイアンツに入団して以来、うん、14年間連続で100試合以上、これ2008年からかな、 すごいよ、うんうん、という偉業をずっとこうね、右へ左へ前へ、これやっぱり水井ですけど、ショートのさ、うん、守備、はい、体にかかる負担っていうのは、はい、これ他のポジションとはちょっと違うよね。違います、うん、僕もずっと野球やってきたけど、はい、やっぱね、瞬発力ないから、はい、ショートだけはね、うん、やれって言われなかったんですよ。そう、しかもやっぱ二遊間、うん、ね、左の方向、うん、三遊間、はい、広いじゃないですか、はい、あと高いバウンドの、うん、ピッチャーの頭を壊せば全部ショートだから、そうだ、ね、役割、うん、とあとピッチャーが一球投げるたびに、はい、このピッチャーの後ろ行ってさ、はあ、カバーっていう、そうだね、カバーリングとかもあるわけですよ、うん、はい、動きはいっぱいあるんですよ、はい、あとピッチャーの方にもちょっと気かけて声かけたりとかあるわけじゃないですか、うん、そうだね、大黒柱ですよ、ショートなんて、うん、要です、うん、というところでは、まあ、あの坂本選手今年で33歳、はい、ね、ずっとこの守り通してきたショートではあるけども、うん、最近若干、ね、まあ、コンバート説いっぱい出てますね、ね、うん、一つご紹介したいのが、はい、7月3日の日本テレビ Going 吉野さん出てるやつね、はい、ここでのインタビューで、あの、まあ、右膝からの怪我から復帰の際に原監督から、まあ、守備の負担の少ない一塁での復帰を打診されていたということを坂本選手自ら明かしています。でその原監督からの打診に、うん、あえてスキップして、うん、あと何日間かくださいというやり取りはありましたということで、うん、坂本選手自体はあくまでショートとしての復帰を志して、うん、まあ、復帰したんですけども、はいはい、まあ、原監督の中で一つこの、一塁、はい、で復帰するっていうふうなことが打診があったっていうね、うんうん、まあ、その時はあのちょっとチームも勝ってない時だったし、はい、とにかくバッティング、うん、坂本選手のバッティングが欲しい、はい、角が欲しいっていうところで、うんうん、まあ、コンバットっていうよりも、はい、早く戻ってきてっていう、とにかく戻る意味が多いと思うんですけど、うん、そのための最善策というか、はい、ただ、まあ、原監督の中でもショートは坂本っていうのがあるから、うん、はい、ファーストの坂本勇人を見せるっていうことは、ええ、多少は原監督の中にも出てきてるんじゃないかなって、うん、僕は勝手に推測します、はい、そして、まあ、3度目の離脱ということでね、はい、勇人選手、まあ、ファームでの、まあ、リハビリということになったんですけども、うんうん、7月7日の試合前練習では岡本和真選手がやってましたね、試合前ね、一塁の練習を始めた、はいはいはい、はい、うん、まあ、いろんな可能性があるからと本人はね、はい、言ってますけど、まあ、そういう雰囲気が徐々にチーム内に出てきてるっていうことだと僕は勝手に思いますよ。そうだね、うん、一つね、これはあのプロ野球の歴史から言っても、はい、この名ショートとして鳴らした選手が、はい、年齢のね、うん、年齢を重ねるとともに、うん、まあ、ショートから離れて、はい、まあ、サード等にコンバートされた例っていうのは結構ある。僕の勝手なイメージは、はい、鳥谷選手、そうだね、はい、うん、宮本慎也さんもサードとして、はい、ですよね、うん、そうですよね、晩年はっていうところでした。他にはかつては石毛さんとかもそうだね。石毛さん西武のも、はいはいはい、ね、であの球界切っての名ショートだったけども、まあ、最後はサード、うん、さらにはね、あの
牛若丸と言われた、まあ、かつてのね、阪神の名将という、はい、吉田芳雄さんとか、 あるいは鬼兵と言われた藤田平さんとかね、鬼兵ハンカチョ、ええそう、はい、とか、はい、まあこれは結構その名将と言われた人も、はい、まあ、避けられない道というかね、やっぱりその運動量の多さ、はい、体に対する負担というのを考えた時に、うん、加藤さん、ちなみに、はい、宮本慎也さんって何歳の時ですか？宮本慎也さんは、じゃあちょっとデータ出させていただきます。データマン、プロデューサーから、うん、宮本慎也さんは37歳のシーズン途中。おお。で、今待ってください。坂本選手何歳だっけ？今33歳で、12月で34歳になります。うん、うん、34歳、うん。はい。で、今お話に出てきた石毛さん、うん、はい、あと池山さんはともに31歳でサード転向。31か。そっか。あとは藤田平さんも31歳を迎える年にファーストも守り始めてる、はい、なるほどなるほど。となると隼人選手の33歳っていうのは頑張ってますな。頑張ってるんだよね、これ結構ね。ちなみに、まあ、33歳って結構名将との方がいろいろコンバートされてまして、はい、元太陽のその山下大輔、あ、うん、山下大ちゃんは33歳でセカンド、あ、セカンド行ったの、はい、あと広島の黄金時代のリードオフマンだったの、はい、高橋義彦さんは33歳で、これはレフト。走れ高橋、レフトね、違和感あったよね、なんかね。でもレフトとセカンドへのコンバートはなんかちょっと違う気がする。ちょっと、まあまあまあ、あとは同じ広島の野村健次郎さんは33歳でファーストやサード守り始めます。それはあれだね、やっぱりちょっと動きのね、衰えですね。あと、まあ牛若丸と呼ばれた吉田芳雄さんが34歳でセカンド転向。そうなんだね、いいショートが入ってきたんだ、それ。まあそういうのもあるとは思いますけれども、まあでもいい例としてやっぱり近いところで鳥谷さんと宮本慎也さんですね、うん、これが一つの、そうですね、モデルケース、ね、モデルケースになりますね、うん、僕らの中ではね、うん、その宮本慎也さんがね、はい、こう自説としておっしゃられてるのが、まあ、ショートレギュラー12年限界説というか、12年、うん、やっぱショートがプロ野球の中で、うん、まあ、やっぱり務められるのは、まあ、12年、うん、というところでは、うん、隼人選手は14年連続で100試合以上に出場している、うん、なるほど、うん、なるほどね、まあ、本人こだわりあると思うんですけどね、ね、やっぱりゴールデングラブ5回、うんうん、じゃあ聞きますけど、はい、加藤さん、ショートじゃなかったらどこに行ってほしいですか？まあ、やっぱりサードかな、うん、サードですか、うん、僕もサード、はい、やっぱ中島さんのように、うん、花がある人がサードに、巨人のサードには、はい、だから今勝間選手、うん、やっぱ4番サード最高やね。そうですね、やっぱりね、ね、からね、うん、で岡本選手じゃないんならば、はい、これは坂本選手じゃないと、はい、巨人誰にならないですね。そうですね、うん、これね、まあ、ジーターとの比較で言うと、うん、水井デスク、ジーターがね、うん、はい、ヤンキースタジアム、これ天然芝、まあ、メジャーですから、東京ドームは、まあ、人工芝ということで、うん、最近はその技術革新がなされて、はい、結構その衝撃が少なくなっている、はい、芝にはなっている、うん、とはいえやっぱりこの人工芝のしんどさ、うん、下半身への負担っていうのは、はい、これ結構大きいですよね。大きいですよ、うん、僕らが現場で取材してる時もやっぱり選手は、はい、うん、天然芝のグラウンドがやっぱり最高って、はい、うん、人工芝はすごい疲れると、はい、おっしゃるんですよ、うん、だけど僕の経験上で、うん、まあ、各社対抗野球とかあるわけですよ。これね、スポーツ新聞がね、スポーツ新聞の日本一を決める野球大会があるんですよね。はい、で東京ドームで投げたことあるんですよ。はい、お、東京ドームのマウンドであるんです。はい、その時に、まあ、二塁打とか打ったりしたんだけど、お、試合終わってからの疲労度半端なかったです。自ら経験した。すげえ疲れたんですよ。深夜にやるんだよね。深夜ってあるんですけど、安く借りられるんで。そうそうそう、はい、あるんですけど、うん、でもその時に身をもって僕体験して、はい、ああ、新興芝こうやって疲れるんだって。プロ野球選手、それをね、はい、143試合やってるんだって。そうだよね。しかも僕、あのグラウンドで飛び込むじゃないですか、みんな。ああ、そうだね。ようこんなとこ飛び込めるなと思いましたもん。特に坂本選手のあの華麗なプレーを考えたら、そうそうそう、エビゾリになるじゃないですか、ね、そうだよね、三遊間とか足だけ上がってさ、全力でぶっ飛んでいくっていうかね、球を追っていくっていうところでは、それを考えるとやっぱね、超人っすよ、はい、うん、うん、ハイド選手、はい、う
ってなるとな、僕もサードです。サード、はい、というところではね、さまざまな、まあ、選択肢、うん、まあ、サードもそうだし、はいはい、まあ、ファーストも一つの、うん、まあ、手、はい、かもしれない、うん、外野というふうな選択肢もありますけども、外野ないでしょ、ね、あんだかの顔が外野行っちゃうのは、はい、あかんよ、うん、それってファーストよ。これファーストっていうのも、はい、あのどうしてもね、ファーストは下手すりゃ、まあ、はい、誰でもできるみたいな、うん、印象もあるんだけど、うん、やってる選手に聞くと、はい、難しいって言うんだよね、ファーストって、ね、難しい、うん、阿部選手が、阿部慎之助選手キャッチャーからね、はい、ファーストでファーストに行ったじゃないですか。だけど、まあ、正直あんま動けてる方じゃなかったですよ。はい、うん、ですね、うん、はい、よく見てきた、それは本人がやっぱり難しい言ってました、ね、うんうん、要するに 1,2 塁間の打球に対してどこまで出ていいのかとか、うんうんうん、出すぎると今度はピッチャーがこう入ってこなきゃいけないでしょ、はい、だけど普通に出すぎてもセカンドが取れればあるんですよ、うんうん、だから出ないでファーストで待ってりゃいい時とあるし、はい、その出るか出ないかっていうのが難しい、うんうん、あとフォーメーション、はい、そうですね、あとまあ一塁は新外国人選手というか、うん、ね、そういう人のために開けときたいですよね、うん、そうだね、あのボールに触れる機会がすごく多いので、うん、多いというところではね、本当にあの気も抜けないしっていう、はい、うん、あの難しいポジションだなっていうところはね、これ経験者皆さん口を揃えるよね。いや、そう、うん、あとその右足をさ、こうベースに乗っけてこうやって伸ばすわけじゃないですか、はい、負担大きいんじゃないかなと僕逆に思っちゃうんですね、うん、というところでは、まあ、ホットコーナー、あの坂本選手の良さが、はい、持続できて、うん、なおかつっていうところを総合すると、はい、まあ、サードっていうのは、うん、まあ、現実味がある選択肢の一つ、そうですね、と言ってもするんならね、うん、可能ではないのかなと思いますね。膝痛めて、よっしゃここからもう一回30発ぐらい行くんだろうなと思ってたら腰だから、はい、うん、そうですね、ちょっとやっぱりさすがに考えちゃいますね、はい、ね、これね、水井デスク、前向きに考えれば坂本勇人という選手を一日でも多く見る、うんうん、その打棒をね、はい、僕らが一日でも長く体感できるための方策ということも言えるわけだよね。そうですね、そう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 、うん、方策ですよ、はい、で、あとはもう若手が出やすくなるですよね、うん、ショートが開くと逆に、そうですね、今何人いるんですかって話じゃないですか、はい、中山ライト選手、ライト選手、増田陸選手もいる、うん、そうだね、吉川尚輝選手だっていう、はい、うん、いっぱいいる、はい、大津選手だって言いますよ。あ、そうだね、この前見たよ、めちゃくちゃすごいから、水井デスク監修のね、あの大津デスク動画、これぜひ皆さん見てくださいね、興奮しながらやっちゃってる、はい、そう、うん、いっぱいいるんです、はい、はい、というところでは水井デスクね、それでもやっぱりショート坂本勇人というものにずっと慣れ親しんできて、うん、やっぱり一日でも長く見たいというふうな気持ちも分かります、はい、これぜひね、この、コンバート論に関して、はい、皆さんぜひお考えがあったら、うん、コメント欄の方に記入いただいて、うん、これまた次の回でも紹介していきながらね、紹介しましょう、うん、みんなでちょっとこの、問題も、考えていきたい、はい、うん、一緒にね、はい、捉えていきたいっていうか、そうです、うん、そうっていうふうに思っています。目の前の試合も大事ですけど、はい、先も見据えながら、そうですね、やっていかないと、はい、差ですから、そうだね、はい、まあ、ジャイアンツ球場では T 打撃を再開したというふうな情報もね、スポーツ報知の今日の紙面に載ってました、うん、そうですね、うん、やっぱりいちいちも早く一軍でプレーするところが見たい、見たいね、はい、はい、今日なんか2回ぐらい噛んでますね、うん、うるせえよ、うるせえよ水井デスクね、はい、あとはやっぱり坂本勇人選手自身のこの心模様だよね、やっぱずっとショートにこだわってやってきた、うん、やっぱりその思いっていうのは強いと思うんですけども、だってさ、守備から帰ってきて、うん、まずグローブをさ、冷蔵庫に入れて、そうなのよ、こう大事に大事に大事に1球取るだけでも命を込めてるわけじゃないですか、そうだよ、うん、ね、グローブを粗末にすることを見たことはないです僕は、そうなんだよ、大塩投げることはあっても、はい、怒りで、うんうん、そんぐらいやっぱり守備に対してのこだわりっていうのは大きいと思うし、はい、まあこだわり、うん、水井ですけど、例えばね、鳥谷選手なんかも、うん、一度はショートから外れたけども、やっぱりショートで勝負したいっていう風なところで、はい、あと帰ってきたんだっけ、そうですね、もう実績関係なしで若手と一回勝負させてくれって言って、うん、はい、ショート挑戦、うん、再挑戦したこともあって、再挑戦したこと、ということでは、やっぱりプレイヤーにとっては、やっぱそのポジションへのこだわりっていうのは、自分を奮い立たせる意味での、そういう風なものもある、はい、うん、後悔したくないっていうのが、はい、真っ直ぐに来るんじゃないですか、そうだね、うん、後悔して終わるよりも、はい、後悔しないで、例えば36、37で、うん、歳で ね、そうだね、終わっても
僕はショートでやり遂げたっていう。そりゃさ、水井ですが、巨人キャップ時代の阿部慎之助選手もね、うん、もう一塁ってなってからも、うん、やっぱりまたマスクかぶってたもんな。そう、だってここに血ヘルニアなんでトゲみたいなのが刺さってて、うん、もし次ガーンってきたら、うん、本当にやばいですよって、うん、お医者さんになんか脅されてたんですよ、はい、そんぐらいだったんですけど、うん、でも最後はっていう、ね、まあ最終的に肩がね、うん、ちょっともうダメだったから、はい、叶わなかったですけど、うん、そんぐらいやっぱり後悔したくないという気持ちはね、誰しもが、はい、超一流がみんなあるんだと思います。そうなんだよな、うん、佐久間選手が最後、はい、決めますよ。そうだね、うんうん、それはその やっぱ決断を僕たちファンは尊重したいし、うん、僕らは好き勝手喋ってもいいし、はい、とにかく佐久間選手がずっとグラウンドにいてくれればそうだね、嬉しいわけじゃないですか、うん、はい、うん、まあそのための最善策として、はい、まあ、一つ選択肢もあるよというところでね、そ今後 の本当に、ハイト選手のとかあとは首脳陣の決断というものを見守っていきたいと思います。そう、43歳になったら、うん、はい、代打坂本っていう、わーっていう、どうですか。いいよな、だってお前でやりなさいもう代打高橋由伸のあの東京ドームのなすごかったもんな。みんな最終的にはそうなって、うん、それはもうみんな避けて通れない道なんで、それやっぱ43歳44歳45歳とかさ、野村克也さんぐらいまでやってほしいよ。そう、そこはもう最後盛り上げるのがあります。おなんかダメです。はい、というところで、はい、一日でも長く、ね、うん、まずは早く帰ってきてくれ、結論、ね、そうまずは早く帰ってきてくれ、ね、東京ドームで待ってます、うん、坂本勇人選手、はい、ということで皆さんの意見もぜひお寄せください。チャンネル登録もよろしくお願いします。よっしゃ。